V の、おー出た出た。トップとかで出ないかな。なんかでも魚自体はなんかブルフラット入れたらふわーってすぐ食いって釣れてないやつは見に行ったり釣れたりしてるから、トップウォーターでもいいとこに出ればパコンって出てくれますよね多分。まさにトップバーンってね。せっかくの雨の日に来たから3時間ずっと練習してみます。多分帰りのその青子のエリアも心を鬼にしてブルフラットを魚がいるんだって投げ続けながら降りていけば絶対ワンチャンあると思うんですよね、でかいやつの。絶対下は水動いてると思うんだよな。あの顔に傷があるやつはダメだったけど、 V の、おー出た出た、おっしゃ出たあれ巻かれた、これは木化けですね、今手待ちでねごちゃごちゃ喋りながらやってたら、あーバッフィシュー、木化けしたと思ったらおりました、ありがとうございます。あなた、ちょっとあ置いてもらっちゃって大丈夫、ありがとうございます。ブーブー言いながらやってたら出ました。はーい、アベンタ、あれやっと取れました。サイズはちっちゃいけど初めてのアベンタフィッシュなんで、買ってから随分の月日が流れました俺には種物はもう無理なのかなと思いました。元気な亀山さん、アベンタです。出方よかったね、出方よかった、うん、ありがとうございます。じゃあとりあえず見よう。昼の2時を過ぎてもうダメかと思いましたが、チャカ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 泳がしてたら釣ることができました。引き続きあと3時間ぐらい打てるんで頑張ってみたいと思います。